そう、これさ、回るメイドインワリオなんだけどさ、なんかね、あのね、カセットがさ、あの出っ張ってるよ、なんかおでこんところがね、なんか特殊な形をしてるの。え、センサーが入ってんの？え、待って、あのさ、こうにさ、あのゲームキューブでやるんだけどさ、え、っていうことはゲームキューブを持ちながらやんのこれ。じゃなくってこうってこと？こうずっとこうやったってこと？今のわが物、わが物危険。ゲームキューブ結構重いんだよ。もうちょっと重量感が。あ、でも取っ手がついてるから、あ、でもどうやって、待って、ちょっとやってみるか。そしたらでもこういうやりたかったからさ、こうぐるぐる回すってことでしょ。で、待ってよ。正しい遊び方、良い、悪い、あ、自分は回るなってことね、これね。このゲームはゲームボーイアドバンス本体を回して、あ、そうなのね。君の体まで回さないように気をつけてね。終わった。それ、あ、本当だ。こいつ何？わてらのステージは A ボタンと回転。回しながら A ボタンを使うよ。ちょ、え、待って、どうしようこれ。あ、そこかい、そこかい。あの棒のとこで握る。ナイスー。これは片手でゲームキューブを持って、ゲームキューブを持って右手でボタンに手を置いてます。なのでこうなんか赤子をあやすような感じでゲームキューブを持ってます、胸のところで。ボスだ。避けながらさ、待って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 、あ、待って、うわ、ボス、待って。これね、このね、ゲームキューブを揺らしながらジャンプは丸ボタンっていうか A ボタンだ、これ。
抜けたの？遊び心があって見てて楽しかった。ゲームキューブって 1.4 キロあるらしいので筋肉痛に気をつけてね。もうね、こっちパンパンよ、左手パンパン。結構ね、こうやり方というか、最初はね、こう両手でも持ちながらね、ゲームキューブをこう両手で持ちながら、このね、こんな風にやってたんだけど、これだと追いつかないわけよ。だからあの片手でゲームキューブを胸のところに押し当てて、自分も一緒にこうやって回転すると、なんかボタンも押しやすいしっていうことに気づいた。任天堂の公式ページにはゲームボーイプレイヤーでは遊べないぞとわざわざ注意書きがあります。やっちまったー怒られちゃうかな、大丈夫かな。